では続いて対策方法についてお願いします。はい、ということで、先ほどもずっと話してた脂肪流症の対策とスケジュール感についてお話しさせていただきたいと思います。まずは対策方法なんですけども、脂肪流症をいろんな生徒様を見ていて一番最初に思うのが、パッて出された時に大学がいいところであったりとか、こういったところが魅力に感じましたっていう風に羅列している感じがあるっていうことがよくあるんですけども、まずちょっとそこに対して注意点っていうところで、お先生たち学校の先生なのでどういったところが魅力に感じるのかっていうのは知っていますっていうところで、何が必要になってくるのかって言ったら、その学校で何をしたいのかとか、自分の目標にためにその学校でどうするべきなのかっていうことが先生たちが求められているようなものです。っていうところで、基礎として何を見てほしいのかって言ったら、まず自分の背景、自分の過去の経験であったりとか、自分の目標であったりとか、自己分析ですね。自己分析をしていただきたいです。で、例えば自分の目標があって、その目標のためにどんなスキルが必要なのかっていうことがあって、じゃあそのスキルを勉強するために上智大学、FLA であったりとか、そこ他の SPSF で学べる学部学科でどういったふうに勉強できるのかっていうところを、考えていってほしいです。例えばここにあるように、背景から将来のゴールであったり、背景から問題意識であったり、背景から研究計画っていうところまで考えていってほしいっていうのが脂肪流症の基礎になってます。あとは、やっぱり上智大学っていうところで、先ほども、やっぱり今は FLA と SPSF の、お話をさせていただいている以上、英語で勉強したいですとか、グローバルな環境で勉強したいですっていうふうに、書かれることもあるんですけども、それだけだったら、他の大学でもできるよねであったり、海外でもできるよねっていう話になってしまうので、しっかり、FLA のどういった勉強ができるのかであったりとか、あと私はおすすめさせていただいてるのは、どんな先生方がいらっしゃるのかであったり、どんな授業があるのかっていうことをしっかり調べた上で、脂肪流症を書いていくっていうことが大切になっていきます。そういった、やっぱりいろいろ調べることで、先生たちもそれの志望度っていうものも見れたりとかすると思うので、しっかりそういった風に背景から自分の自己分析をした上で、学部でどういった風に勉強できるのかっていうことを、書いていく必要があるので、そう考えると、やっぱり脂肪流症を書く時間、期間っていうところはすごく長くなります。で、基本的には脂肪流症の期間としては、スケジュール感としては、2ヶ月欲しいですよっていう話はさせていただいております。ですので、今回の、SPSF であったり FLA の人たちのスケジュール感を、ちょっと3月までっていうところを、期間を考えてちょっとスケジュール感を出してみました。まず1月は、先ほど言ったみたいに過去の整理であったり、経験の整理であったりとか、自分の将来の目標って何なんだろうっていう自己分析の時間になってきます。あとはそれを踏まえた上での学部研究っていうところで、FLA であったり SPSF の総合グローバル学部であったりとか、経済とか教育学科で何が勉強できるのかっていうことをしっかり勉強していく。もちろん上智大学っていうのがどういった大学なのかっていうところも踏まえた上で、しっかり1月であったりとか、2月の最初ら辺までそういったことを考えていく、勉強して、調べていくっていうことが大切になります。で、2月になっていくと、そこの今調べた内容をの整理をしていくっていうところになっていきます。やっぱり、500ワードっていうのが短いようで長いようでっていうところに、で、プラスして、やっぱり面接がない分、そこに全部落とし込まないといけないところがすごく難しいところだと思います。やっぱり帰国子女入試であったりとか、他の入試だったら面接があって、脂肪流症に書かれてる内容を深掘りしてもらえる時間があったりとかっていうのがあるんですけど、もうそれがない分、しっかり500ワードの中に整理して入れていくっていうことが大切になります。やっぱりこういった風にしっかり整理、過去の経験とか学部の研究をした生徒さんは500ワードじゃ足りないっていう、よくあることなので、自分が必要になる内容であったり、一番伝えたい内容が500ワードの中でどうやって伝えることができるのかっていうことであったりとか、あとプラスしては、もうやっぱり一貫性っていうことはずっと大切になってるので、脂肪流症一貫性を持ってどうやったら伝えられることができるのか、出した時に疑問に思われずにしっかり納得してもらえる脂肪流症が書けるのかっていうことになっていきます。で、今回ちょっと SPF、今回の、締め切りが3月13日ということなんです。
ので、私の場合は瀬戸さんに脂肪瘤症の1週間以上前までに書き終えることを伝えていまして、うん、どうしてかって言ったら1週間経った後にもう一回見直した時にあれって思ったりとか、自分で書いてるのになんか違うって思ったりとか、うん、疑問に思うところって実は出てきたりとかするんですよね。自分が疑問に思ってるのに先生たちに読んだ上で、疑問に思わないかって言ったらそれは違うと思います。自分が疑問に思ってるんだったら先生たちも疑問に思うっていうことを考えて出さないといけないので、そういった風に1週間前に終わらせてもう一切触れない時間を作っておくと、自分の志望理由をまた新しい目線でできるので、うん、1週間置いてみてくださいっていうことを伝えているので、締め切りが3月13日から始まるんですけど、まあ、早めに出した方がいいって思う方もいらっしゃると思うので、まあ、3月の初め頃には終わらせて、うん、1週間経った後に見て、で締め切りに合わせて出していくっていうことが大切なので、今、出願を考えられている方は自分がいつ出願したいのかっていうことをしっかり考えて、逆算していって勉強していくことは大切なので、準備していくことは大切なので、でも正直言うともう始めた方がいいので、うん、もう始めたい方がもう始めるべきですっていうことはできます、うんうん。でもなんかその私もちょうど本当に第二期の生徒様を見ている時期ではあって、でそこで思ったことが、確かにすごい学部研究とか大変でなんですけど、で本人も全然楽そうにはしてないけれども、それをやっていく過程で本当にこの学校入りたいっていう気持ちが本人も強くなるというか、最初はまあ有名な大学だからとか、なんとなく英語で学べるからって言って本人が選んでいても、それだと志望留守に通用しないから、何が学べるんだろうとか、どんな先生がいるんだろうっていうふうにテイさんがおっしゃっていたように、自分で調べていく中で本人の志望度も上がっていくなっていう印象があって、だからこそ先生とか親がいろいろお伝えすることもできると思うんですけど、自分がまず調べてみるっていうのはすごい大事だなっていうふうには思いましたね。あとテイさんとかって、例えば志望留守の課題を出して、例えば1週間後とか1週間2回とか授業されていくときに、どういう課題感としては1日どれくらい志望留守にかけてほしいとかってあったりとかされますか？もうなんか毎日のようにちゃんと考えてほしいっていうので、私はちょっと授業の合間が入ってしまう生徒様もいらっしゃったりとかするので、その都度質問があったら連絡するようにっていうのをしてます、うん、本当にやっぱり毎日のように更新して、うん、行かないと間に合わない、1週間1回だったら間に合わないので、その都度疑問になったところであったり、調べるところどうすればいいかって分からなくなったら、その都度連絡をするようにっていうことを言って、一応私は平日中は稼働していて、返事が返せる時に返して、じゃあ次の課題としてはこういった風に進めていこうね、狙ったりとか、うん、疑問が残っているものを解決したら次はこういう風にしていこうねっていうのを指示は出すようにしてあ、私もそうですね。本当に志望留守をやっていて思うのが、例えば授業があるからその直前に1日かけてやるよりは、結構そうするとなんか煮詰まっちゃうというか、直しても、え、これでいいんだろうかみたいなのをやって結局ちょっと進まないっていうことがよくあるので、どちらかというとなんか朝とか気持ちがいいタイミング、頭がすっきりしてるタイミングに1日1回は全部見て直してみたいなのを毎日30分ぐらい撮ってやるの方が最終的にはいい形にまとまるのかなとは思いました。なんかやっぱり悩んじゃいますよね、正解がないのでどこまでもいけちゃうというか。そうなんですよね、本当に自分のさじ加減で進めることができるので、うん、すごく難しいところではあるので、毎日毎日更新していかないと間に合わないとは思います、うん、毎日毎日しっかり調べていくっていうことが本当に大切になってくると思います、うん、ありがとうございます。で、私からは上智なら入れた方がいいかなって思うテーマを一つ紹介したいなと思っていて、これが、上智大学の、まあ、教育理念というか精神みたいな部分で、他者のために他者と共にっていう For others with others っていうテーマがあるんですけれども、ここに隠されてる思いというか、ホームページにどういうふうに書いてあるかっていうと、自分の才能や学びの成果を他者のために役立てることが人間としての成長につながるって書いてあって、個人的にもすごい素敵なフレーズだなって思うし、自分も国際教育学部に入った時にはこれを意識して志望動機を書いたんですけれども、やっぱり何のために学ぶのかっていうのが、おそらく志望理由の一番の大事な
こと、もちろんその上智大学に入りたい、 FLA に入りたいという思いもあるけれども、じゃあその学び、大学で学ぶのはなんでかっていうところで言うと、やっぱり自分の長所とか自分の強みをもっとこういう風に成長させて、自分をレベルアップさせたいっていうことだと思うんですね、大学に入りたいで言って。それが例えばお金のためとか、有名になりたいからとか、成功したいからとか、そういう書き方をしてしまうと、上智の企業理念じゃないですね、失礼しました。教育理念からはずれてしまって、自分のために自分を成長させたいっていう風になってしまうですね。だけど上智大学がどちらかというと求めている生徒像としては、その自分が成長したことで誰のために役に立てるのとか、自分のその学んだことを誰のために使うのっていうことだと思うので、まあその将来の夢を考えるときにも、有名になるために例えばインフルエンサーになりますっていうよりかは、同じインフルエンサーでもなんかこういうもん、社会問題を解決できるような影響力を持った人間になりたいみたいな書き方をするとか、そういうところが女子大学に書くなら意識されると良いのかなって思います。なのでこう、ぜひもし書き始めるときにまず考えてみてほしいのは、自分の、まあ、どんなスキルを使って、今持ってるものでもこれから伸ばしたいものでも、どんなスキルとかどんな部分を使って社会にどんな風に貢献したいですかっていうのは一つ明確に持っておくと、まあ、いい志望理由書になるんじゃないのかなっていう風には思いました。なんかそのテイさんは書いたと思うんですけれども、志望理由書みたいなものを意識されました、このテーマ。私本当に今考えて、よくあの志望理由書に大学入れたなって思いましたまあそうですね、でも意識ちょっとできてなくて、でもちゃんと社会に貢献したいことは書いてたなって今思ったなっていうことはあるので、やっぱりそこら辺も見られてるし、私の場合本当面接があったから助かったなって思ってるぐらいなので、確かに確かに、はい、なのでやっぱり FLA であったり SPSF は面接がない分しっかりその入れていかないといけないの で私もやっぱりなんか自分の中失敗したなっていうところはあるので、その思いとか失敗したらこうなっちゃうよっていうところはお伝えできるかなと思うので、しっかり入れるべきことっていうところ、いやー、わかります、はい私もなんか最初書いてた時はあんまり意識をしてなくて、自分のダンスとかそういうあの芸術とビジネスみたいな組み合わせみたいな感じだったんですけど、そういうアドバイスをもらった時にすごい自分のため、自分みたいなエッセイになってるなって気づいて、ちょっと考えてみて方向転換できたので、うん、なんか最初から知ってると結構書きやすいのかなとは思いました。ありがとうございます。違いますよね、社会貢献っていうところと自分のところを組み合わせるのすごく難しいと思うので、うん、はい、そうなんですよね、ところは大切だと思います。はい、あと学校ですもんね、なので自分と学校と社会みたいな感じですね、書き方的に、うん、ですね、はい、ですね。なのでそれがまとめなので、ぜひ第2期はそれこそ第1期で不合格だった方とか、まあ、第1期間に合わなかった方とかも全員応募されるタイミングだと思うので、時期としては結構期限は迫っているんですけれども、納得いくような形で書き直しをしっかりして書類も準備して取り組んでみてもらえたらと思います。何かあれば、知識家の方にぜひご相談いただけたら嬉しいです。